元気ね。うわで当たった、まあ、送ってくれた方の中から抽選で、適当にまあ一足ね。そうそうそう一足ね。アミゴ。はい、ということで、今日はねエスパルスドリームフィールド富士山にお邪魔しております。なんかあれお自分ちでちゃんと借りましたよ。はい、別に呼ばれてもないですしお金もちゃんと払ってます。ということで、今日はね、富士市出身、富士宮出身ですか？富士宮出身、はい、元静学10番、そして現在は、ポルトガル1部のボアビスタの、13番でね、さっきはプレーしました。リゼムにシュート対決で負けてたのを外さんでした。はい、カットです。リゼムさんとね、対決もされてたね、綿山崎選手とがね、たまたま野生のね、まさき選手がいたということでね、一緒にまあボール蹴っていこうということで緊急で動画回しております。はい、残りもね、佐野かげるくん、アミゴファミリーですね。でアミゴ準レギュラーの伊藤龍馬くんです。現在はね、チームを探してます。伊藤龍馬選手をプロで雇ってる方は、雇いたい方はぜひアミゴにご連絡ください。明日僕らリールズリーグもあるってことで、まあ、軽くね、1対1とか1対1しようよ。シュート対決とか、まあ、ボール回しとかね、うん、やっていこうと思います。それじゃあやっていきまみアミゴ。それプロだんや。1対1、はい、守備が負け残り取るまでで攻撃3点先取した人から抜けていく。なるほどね。それでさ、抜けた人はカメラマンすればいい。あ、そうしよう、そうしよう。最初じゃいいよ、俺とにかくで、シュートを打っていいのはこのね、第 2PK と言われる点がね、これそう、第 2PK を超えてから、こっちそう、こちらゴールでも OK、 ゴールでも OK。 第1バトル、まさき選手 VS アミーゴ中野、レディー、ファイト。レバッコ、うわー、ナイス。第2バトル、坂本龍馬 VS 綿井正樹。はぁーや、まさき、いいよ。お前、ケータ、ケータ守備、ケータ守備。どうぞ、佐野もたけるさん。ナイス守備。ノーファー。鹿島基準ね、これ鹿島基準。龍馬だけだ。うまい。え？うわー。うま。はい。一点けた。一点。
ちょっと、まあ、準備運動はね、こんぐらいかなと思うんですけど、どういう感じで抜いていきます？まずは、スピードで。あ、なるほどね。現役のキレでお願いします。キレだね、やっぱり一瞬の緩急、熱くない？あー、やばいわ、やばい。まさき、まさき対ケイタ、初コラボ。いいね、いやいいね、いやよし、次行こう。ちょ、ケイタさん、足首でいい？いいよ。まさき登るね、普通に。あ、待って、リョーマ上がっちゃった。まあ、大方の予想通りでしょ。うん、リョーマ、はい、カメラマン上がったから。いや、ナイス守備。抜きまーす。わざと静止を作りますね。うわ、うまい。うわお、暴力的、暴力的な趣味ない。お前4点目いくの？いけいけいけ、どんどん。うまい。うまい、うまい。うわー、うまい、うまい。うわあ、あ、もう足元からね、ちゃんと舐めてって舐めてって舐めてって。うわ、あ、みこ。でもまあ4点目はだるいって。はい、ダメーダメ、触ってない触ってない。さっと、どう？座ってないよ、多分。うん。かける何点？ゼロ。俺もゼロだわ。じゃ、相手が悪い。俺だってずっとかけるとやってるもん。勝つ気ないやろ、あいつ。りょうまさき。あ、まさき先行って。俺、まさきの守備がやりてえわ。お前、かける取られる。とりあえず、お前、多分かける取られるから。さあ、どっちが静岡の10番なのか。俺だよ。練習試合用ユニフォーム10番中野、公式戦10番はまさき。わお、ウィナー。いけいけ、マイキー、うまい、超うまい。早すぎて取れてないかもしれない。うまい。駆け引きだね。ねえ、うわ、
VR 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 え出てないゴールでーす。いいね、かけるついてっちゃおう。あこれビリポルトガルいけないから。よっ、勝つ、止めて。いやうまい。何点目？1。待って、まさきできる方法分かった。何？右足出してくる？こいつ、これに我慢できない。あ、なるほどね。ソロってこと？ソロ。え、かける1だね。使ってる。これ2。はい、我慢できない。もっと我慢できない。俺三笘できるわ。絶対無理やん。龍馬お前続けたから4点目でしょ。ってことは1ってことね。続けちゃったから3で終わんなきゃいけないから。ナイスナイスナイス。俺お前の守備やりてえもんこいつの守備がいいもん俺。でもマジ止めろ。まさき2だから。いいねまだ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 ちょろいもんな。え、何点目？2。でかっ。え、待って。リーチ。1誰？かける 1？ まさきも2でしょ？ケータも2でしょ？かけるだけ。あ、龍馬も1だよ。こいつ続けちゃったから。あ、2だよ、お前。まさきも2。まずケータ上がるじゃん。まずケータ上がらない。で次龍馬の次俺になるのか。龍馬も2ね。うまい。やばいやばいやばい。戻ってきた。うわうわ。バカ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 。やべやべ。龍馬とやんねやだ。ノーカットで送る。うん、何分うわファンタジスタ。まさきはまずこっちから接してくんじゃん。これね、
じゃあ多分何でも抜ける松崎の場合。あ、なるほどな。うわ、軽っ。何してんの、何してんの、ただの運動部屋。おいおい、何、え、何してんの。エボイとかいうコメントいらないからマジで。こんなん分かってるから。ちょちょちょ、普通に気持ちだから。ちょちょ、まさきも何してんの。え、ケータ上がり、上がり、はい。で、次俺で上がるね。あとかける、え、一騎打ちや。そうだよ。うわぁ、中学からの、中学の時はかけるのが上だったって伊藤由紀さん言ってた。リベルダーチ対決。リベルダーチが生んだ天才2人。うわぁ、うわぁ、いいね。うわ、まさきのじゃあ得技何かける。知らない。こいつない、こいつないわ。うわー、かける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 、まだかけるかけるかける。うわー、おいおい、お前負けるんだからやめとけよ。運動不足。こいつなんでこれがペペってやれてんの。ずるいんだけど。ペペペペペ。ここ打っていいやつ。いいよ、もういいよ、もう打っていいよ。うもう打っていいんだよ。おっと。え、おいおい、何してん、何してん。これ絶対使おう、絶対使おう。いいね、いいね、いいね。元気っぽい、元気っぽい。元気ね。うわうわ、リベ対決熱。指導者多分絶対見てるやんこれ。キレの木の字もねえ。お前緩急の彼女もねえよ。勝者は結果発表。結果発表って1位、一般人ヨーマー。そう、ドルルテン。2位中野。イエーイ、予想通りに。ここまでは、ここまで予想通り。さあ、まあ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 、さすがにね、現役ポルトガル1位。ペペともやってる一般人。さあ、いい、ペペでも勝てる。はい、予想通り。はい、4位、4位、さすがに、さすがに4位。残ってんのはポルトガル1部の、13番渡井正樹か、
友達でるるるってまさきよかった、ビリだったら本当にどうしようかと思った。当たり前当たり前の基準引くはい、ということでね、ビリはかけるということで、まあね、久々のサッカー楽しくできたんじゃないですか。ちょっと予想、最後だけちょっと外れた。そうだね、全然まさきビリだと思ってたから。はい、まあてな感じで明日ね、一応リールズリーグがあるってことで、はい、あの、この後ねしっかり点取りだよってことでね、簡単にね、ポルトガル式シュート対決、まあリゼムさんがやってたやつですね、ポルトガル式ね、うん、やっていこうと、はい、思います。ということで、ぜひね、はい、次回の動画もチェックお願いします。ね、プレゼント企画でアミーゴのチャンネル登録とまさきのインスタフォローといろどりさんのチャンネル登録で、ホームとアウェイのボアリスタの服を1枚プレゼントするかも、はい、あー靴え、マジいいよ。え本当にかっこよ、待って、もう一回今のやって、いいよ、いいよって言って、まさき選手が、の履いてたこの靴にサイン書いてくれます？でもちょっと下手になるかもしれないかっこよお前ちょっとこれ逆光すぎるな、あんまりそれはもちろん、あのフォロワー1000人ぐらい増えたら、あーなるほどね。じゃあまさきの、じゃあまあ正式に OK ですか、まさきのインスタフォロー、あと彩りさんのチャンネル登録と、まあ、アミーゴのチャンネル登録の画面をスクショして、アミーゴの公式インスタグラムに送ってください。あ、そういうこと。で、当たった、まあ、送ってくれた方の中から抽選で、適当に、ごめん5足まあ1足ね、そう1足ね、1足、まさき選手のサイン入り、サイズはちなみに 25.5 です。 25.5、まあ、履ける方もしくはあのまさき選手のファンで飾りたい方すごいね、はい、くれるんだ、でかっ、言ってみるもんだね。普通に俺も抽選で、俺も全然送るよ、で、俺らで選ぶじゃんけんはい、ということで、まさきのサイン入りと、あれ、俺のサイン入りで、ね、全然いらない、はい、ということで次回ね、シュート企画この後やっていくんで、ぜひそちらもご覧ください。ということで、まさき選手、来シーズン頑張ってください。バイバーイ。バイバーイ。